リートンソッシーのラジオ歴史小かということで今回も始まりましたラジオ歴史の時間ですけれどもやっぱりですねあの我々このラジオ歴史小話を通じて、まあ、歴史の話をしたいというよりかはやっぱこうそれをきっかけにねいろんなことを知ってもらえたら。 あるいは自分たちも頭の整理になればなぐらいの感じで喋ってるわけなんですけれども最近、まあ、僕あのメルマガ書いてるじゃないですか、はい、でそのメルマガって Note っていうサイトで書いてるんですけれども最近そこの、ね、フォロワーがこう何かしてるわけじゃないんですけれども、はい、なんか着実に増えてきていてそ<ー>の前にか3桁になったんですよ。 もう結ずっとやってますもんね最初からで結構そのなんだろうあのノートでて三桁って結構多いと思うんですよはいなんか総合僕一切誰かをあソシだけフォローしてますけどあのソシ以外フォローしてない状態だし、はい、自分からなんか積極的に絡みに行ってないのに結構自然増で百ノートで百結構多くないですか。 なんかあの例えばツイッターさんとかでフォロワー多い方でも、うん、ノートに行くとまだ2桁みたいな方って結構ざらにいますよね。ざらにいるんで、うん、結構あおなんか来てる、うん、なんか最近来てるなっていうので,、うん、でなんでそんな話を導入にしたかというとですねやっぱりこうイノベーションっていうものについて今日考えていきたいなと思ってるんですけれども<ー>こう発明品を生み出す力とその発明品を活用する力。 あるいはそれを広める力っていうのはやっぱり違うなと、うん、で僕自身がまあ何か発明してるわけじゃないんですけどこうコンテンツを作って供給してるわけじゃないですかノートっていうサイトに、はい、でこれがこう日の目を見ていくのにやっぱり時間ってかかるんだなっていう,う何かもちろんそれが得意な人を広めるのが得意な人がいてくれたらきっと話は違うんでしょうけれども。 僕自身は何かその広める作業っていうのを特にやってるわけじゃなくてだ自分のところを一生懸命やってった。たそれが1年以上過ぎてまあいろんな記事自体も増えてきたしこう継続もしてきたしボリュームも多くなってきたしっていうのが厚みになってそれに人が吸い寄せられてくるというか気づき出してもらってあ,あこいつ面白そうだなフォローしてみようかっていうのがあ,っあるのかなとうん、うん。 でイノベーションっていうところも一つはやっぱりどんなに優れた技術を生み出したとしてもその技術を何に使ったらいいのってまた話が違うわけですよね。東レっていう会社がカーボンっていう素材を発明した時に、うん、炭素繊維作った時に、はい、これは一体どう使ったらいいんだろうそんなに軽くて丈夫なものを何に使えばペイするんだろうっていう発想。 にすぐにに事業界につながらなかったわけですでもそれがいろんなところに今は飛行機ですらカーボンで,、ね、でまあ一時期ね昔ボーイングの,あの最新型の当時の最新型でちょっとカーボンメインにしたらいろんな問題が出て、まあ、結局カーボンというよりかはあのバッテリーの問題だったりとかいろんなところに問題があったわけなんですけれどもあのそういうふうにいろんなところに素材に使われていくでもともと最初は何使ったかって釣り用具とかだったんですよね 自転車とかにも今使われてますし、ね、だから何に使っていくのかって、はい、これ何にでも使えるじゃんっていうことでブワッと広がった、はい、わけですけれどもそれまでじゃその技術ってずっと赤字だったんですその授業って。はあ<ー>。でもそれが長年ずっと使い続けて改良し続けてあこれこれにも使えるねあれにも使えるねこれにもできんじゃんっていうふうになって今は。 大黒柱でですすよそうだったんですね我々のこのラジレキっていう取り組み自体も、うん、これが本当に火の目、これが本当に炭素繊維かって言われると <laughs>、うんまあ、炭素繊維ではないかもしれないっていうのはねあるんですけれども、うん、あのー、こう僕らコンテンツを発明、まあ、生み出している力とコツコツとこれがこう広まるタイミングとかっていうのは。 まあ車の両輪じゃないですけど、うん、どっちかが動き出した時にもう一個もきちんと回り始めないと、うん、うまくなかなかいかないのかなっていうのがあって、うんあのー、広報とか宣伝マーケティングっていうものを軽視してはいけないんだろうなと、うん、で iPhone 自体が爆発的に広まったっていうのもその前のやっぱりアップルのイメージ戦略ブランディングがあって iMac から iPod が。うん あってそこからの iPhone っていうこういった一連の流れで初めてあれが大ヒットしたっていう側面もあると思うんですよだからそういったところをこうどう結びつけていくのかっていうのが非常に大切なんですよねで iPhone 出たバッカーの時には例えば日本だったら iPhone なんていらないよと iPhone の売り手ねどこでもインターネットに繋がる パソコンンを開かなくても手のひらにインターネットだったんですけどでもそのインターネットだったら i モードがあるよだったわけです日本の場合ところが i モード用の画面って実はみんな不満があったんですちっちゃいし画面があと十字キーでしか移動できなかった移動できなかったとか操作性がよく悪かったあともう一つは開発者側もブラウザと別に I モード用のサイトを作らななきゃいけないけわわざわざ今も当然その、あのー、スマホ用の画面をセットしたりとかしますけれどもでもそれってちょっと画面サイズの大きさとかで UI をいじるっていう文脈じゃないですかだからこういった面からもう、あのー、イノベーションってどう活用していくのかって非常に難しくて、うん、潜在ニーズなんですよね。こう 声にならならい不満これをいかに拾い上げていくかがすごく大切で例えば自動車これなんかイノベーションのイノベーションまあ何回か取り上げてますけどフォード自動車メーカーフォードでフォードさんが自動車を T 型フォード作った時に売れれないよって言われたわたけですみんな馬乗ってるから馬の方が山道も走れるしそんな道路がない なんかきれいに整備された道路がない中ガソリンスタンドもない中自動車なんて売れないよってもっと大量輸送したかったら貨物列車があるんだからってでもやっぱりみんな濡れずに馬の調子とかメンテナンスも気にせずガソリンだけ入れたら走る自動車が欲しかったわけですそういった潜在ニーズをどういうふうに広げていくのか。 でフォードが残している言葉で、もし私が顧客に何が欲しいか尋ねたら、なんて答えるって彼は言ったと思います。なんて答える。フォードが顧客に、うん、あなたは今何が欲しいですかって T 型フォード、うん、車を作る前ですよ。でも T 型フォードが欲しいとは出てこないです、ね、出てこないですよね。そんなものがあるとは思ってないわけです。うん、我々ガラケーの時に iPhone 欲しいなんていう人いなかったわけです。うん、そういう意味で言うと自分の行動の延長線上に。 えとないものは多分そこのアンサーで出てこないですね。出てこないで延長線上に出て,くる出てきたものが、うん、もっと元気で丈夫で速い馬が欲しいっていうだろう,うん、うん、まあちょっと今いろいろ付け加えましたけどもっと速い馬が欲しいっていうだろうとだからここからやっぱりイノベーションその延長線の先じゃなくて延長線を。 と違ううところに行くっていうのは潜在的なみんなが積もり積もった不満をいかにすくい上げるかっていうところでこれを全て解決するソリューション型の製品を作るだからあくまでも目的は技術じゃなくてソリューションなんですよね。 だからそれをどういういいうにこう作っていくのか,、うん、だから我々がこのラジ歴でやってるのも普通の歴史の話で堅苦しいから聞きづらいとか専門用語が多いからとっつきづらいっていうのをソリューションとして緩く軽く適当に喋ろうぜっていうやっぱり今お話聞いて思ったんですけど、うん、用語とかあの年代の話とかってほとんど、うん、実は してなないいんんでですねないです興味だけど歴史の話をしてる感覚がありがあそれに、まあ、面白いって思ってくれる方も中にはもしかしたらい,たいてくださって、まあ、少なくともね、うん、何人かは付き合ってくださってる方がそ,、うん、そういうの表れがノートのフォロワーにね出、うん、たりとかしますねかんうでもやっぱりその規定の,そのニーズの延長線上にないところにある。 ソリューションうん、うん、これを見つけるって最近データ解析とか見える化とかそういうのすごくあのマーケティングでも大事だと言われてるんですけどもそこには答えはもしかしたらイノベーションというものはなくて逆にそこにないものを探しに行くっていう資がそう手段があるのでそれがまさにその見方を変える見方を変える。<うん S 2> データはこう出てきてるけどこれをどう読み解くかっていうのがまさに人間としていろんな。 こう過去の歴史とか過去の文脈とか今の時代の延長線じゃないこうパラダイムシフトが起きた時に何が起きたのかどういう違いがあったのかっていうのを学ぶっていうことは非常に意義があると思いますね,ううすね、うん、ちょっとラジオ歴史もイノベーションと言われるタイミングがね将来来るといいなとそんなふうに思いで今後もやっていきたいと思います。ラジオ歴史小話をおいてはリートンとソシでした